はい、どうもこんにちは、しゅんです。ケイタですか。はい、そうです。はい、ということで、はい、今回はなんとこの綺麗な人工芝、人工芝プラスこの天気この青い空の下で、青い空の下で元サッカー部 VS 元ハンド部でどちらが正確にコントロールできるか、はい、バーって対決やります。バーって対決まあ、バーって対決をやっていこうと思うんですけど、はい、罰ゲームどうする？そうね、罰ゲーム少し何も考えてない。そうね、でもあるじゃん。何がちょっと聞いてるでしょ。俺からなんかチラッとね、うん、こんなのがあるよっていうのは聞いてるね。本当に嫌でしょ。本当に嫌だね。、うん、危ないことしたくないから。まあ、じゃあ負けた方バンジーにしようか。ちょっと俺のドキドキしてきた。やばいよ。もうマジで嫌なんだから。俺もうディズニーのジェットコースターでそれ嫌なんだから俺。そうだよね、それはね。俺はマジでシュンが嫌がってる動画を皆様にお見せした。ワンチャン飛ばないってこともあるからね。はい、じゃあちょっと鳴らしでやっていきます。ということでアップ OK ですか。アップ、うん、一歩も当たってないけど大丈夫。いや、かすってかすってあれも含めてもらえれば。ああ、そうね、かすればね、はい、ということで一応、まあ、ルールとしては3辺両端と上の3辺に、はい、まあ、ノーバンで、はい、当たればかすれば OK。 なるほど。で5本勝負で、5本勝負でいこうか。で5本もし当たらなかったらサドンデスと、サドンデスでいきましょう。はいはいはい、じゃあどっちからやろうか。よし、いくぞ。最初はグーじゃんけん。ピュ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 。最初はグーじゃんけんぽい。あー、負けたー。じゃあ先行。あ、先行、うん、先行でいく。まあでもちょっとプレッシャーがな、そう、プレッシャー与えてくる、与える感じか。じゃあ先行1本目いきます。じゃあ、シュンの1回目。あっしゃ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 。高校ケイタの一本目。いきます。ボブだ。そう、ボブだ。じゃあ二本目いきます。はい。シュンの2回目。よしよし、行きます。では高校ケイタの2本目。はい、待ってた。 OKOK です。 OKOK です。いいよいいよケイタ、ナイス。3回目。よし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 、今のあれだったね。全国の、いや全世界のハンド部見といてくれ。あー、危ない危ない危ない。じゃあ4本目いきます。おしゅんの4本目。うわっ、あーしゃー。じゃあケイタの4本目。おしゃ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 しいよ。ここで決める。さあ、これが一応ラストなんでね、当てた、当てっていうあれ。さあ、おしゅん5本目。よーし、よーし、これで俺が当てれば勝ちだ。
素晴らしい天気とこの素晴らしい人工芝、そしてケータ自分も素晴らしいあのタグに入れないと。いやもうこの投げてるさあここで決めることができるのか、運命の5本目。よし、どうぞ。ではサドンです。よし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 。オッケーよ。これ終わる？これ。もう終わるこれ。あれなんか太陽すげえ出てきたし。いや。まだ神は俺を見放しない。当たる気がしません。やばい。よーし、危ない。今びっくりした。視聴者の皆様、俺は何としてでも旬のいやーって言ってるバンジーが見たい、その思い僕だけじゃないですよね。あの皆様あると思います。あなただけです。あなただけです。もう危ねえ。大丈夫、もうあの次決めます。ではサドンデス N 本目お願いいたします。気合と根性を見せていただきましょう。ケータお願いします。よし、勝ったー。バッチーケータに決定。うん、何何何、バンジーマジでやる。マジでやる。マジでなんだっけ。バンジーマジでやる。そんな男らしくなくていいの。全国のハンド部の皆さんに申し訳ないと思わないの。いや全国のハンド部の皆さん本当にすいません。本当にすいません。僕も結構ガチで6年間できたんですよ。すいません。どうでしたか。いやもうですね、意外と難しいですね。難しかった。とても難しかったね。難しいですね。うん、俺もこん5本6本で決まるかなと思ったんだけど、結構あの多分早送りの編集されてるかもしれないんですけど、そうね、もうね今25分プラスオープニング回してるから。こんなに撮ってた。結構回してるから。ちなみにね、ああバンジーほんと1回もやったことなくて、ああまああの機会はあったんだけども、ああ怖えなって思って、ああやめた。やめたというか、まあ、あの予約が間違ってたりしたんだけど、はいはい、いやでも怖えな、いや良かったって安心で聞こえたんだよね、今までね、はいはい、もう全然もう、はい、もう病院かそっかみたいな、あーはい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 、そう病院かっていうさ、あったというさ、いやじゃあ初めてをこの旬ブログで公開していただけると。ほらもうこいつも倒れるぐらい。ということでまあおそらく1ヶ月以内にはね、この動画が上がって1ヶ月以内には、まあ、バンジーの美しい景色と美しいケイタの断末魔がっていうね聞けるかと思いますので、いやもう本当それで傷つくかしら、シャレいらないです。マジでこれもそう思って、いや楽しみにしていただければと思います。じゃあもう、はい、それ負けたんでね、やりますか。はい、はい、いや、よかった。はい、ということで、はい、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価、コメント、グランデースでご視聴お願いします。あとインスタのフォローもお願いします。します。はい、じゃあねー、バイバーイ。やだよー。